皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルと申します。まあ早速なんですけど、今回は攻撃対象のホストにバックドアを作って侵入するまでの流れをハッキング用の環境を使って見ていきましょう。今回の大まかな流れとしては2つあって、1つ目が攻撃対象のホストに対して事前調査を実施する、これが1つ目ですね。2つ目が脆弱性をついてバックドアを作成する、この2つのことを実施していく流れになってますね。まあこれ分かりやすい例えにしてみると、泥棒が盗みに入る時でも、盗みに入ろうとする家の家族構成とか、あとは不在にしてる時間とか、まあそういった下調べをすると思うんですけど、事前調査っていうのはそれと似たようなイメージになってますね。今回ハッキングで使用する環境はこのような感じになっています。まずこの上の赤い枠線の中が、これが物理環境ですね。下の青い枠線の中が仮想環境ですよと。でメインで使ってる PC がこのホスト OS ってやつで、まあこれは物理 PC ですね。まあそこからインターネット向けのルーターにつながって外の環境に出ていますよと。ルーターっていうのは無線 LAN と一体型になっているどこの家にでもある一般的なものですね。で仮想環境にいるピンクのサーバーが、これが今回使う攻撃用のサーバーですね。仮 Linux 使ってますよと。このゲスト OS としている緑のサーバーがターゲットサーバーになっていて、この紫のやつが Windows 10を入れたターゲット用のホストになってますね。なんで現状としてはゲスト OS からホスト OS とかルーター、インターネット、あとはターゲットサーバーとかターゲットホストに対してピンが飛んで疎通できるような状態になってますよと。まあ、そもそもサーバーのポートって何っていう方もいると思うんで、まあ、ちょっと簡単に説明しますね。サーバーっていうのは結構いろんな用途で使用されていて、例えばブラウザーで見れるウェブサイトとか、あとはドロップボックスとかワンドライブっていうファイル共有のサービスだったり、あとネットフリックスとかフールとか、まあ、動画配信サイトですかね。こんな感じでサーバーっていうのは、まあ、いろんな用途で使用されていて、まあ、サーバー側それぞれのサービスに合わせた扉みたいなのを開けておく必要があるんですよね。まあ、その扉というか、待ち受けてる状態のことをインフラの用語ではポートって言ったりします。まあ本題に戻るんですけど、ポートスキャンするためのコマンドがあって、まあ nmap っていうコマンドになるんですけど、まずはそれを実行してみましょうか。まあ一旦コマンドのオプションの説明については後で説明するんですけど、実行するとこんなような感じの結果が出てきますよと。左からポートっていうのは、これスキャンで見つけたポート番号ですね。で、ステータスっていうのは、この見つけたポートの現在のステータスですね。まあこれは一般的な、まあそのポートに対するサービスですね。まあ21番なら FTP だし、22番なら SSH だし、まあ23番ならテルネットだしっていう感じで、この辺はインフラ知ってる方であれば、まあ一目見れば、まあすぐわかると思うんですけど、バージョンっていうのはこのサービスに対して使ってる、まあ、ソフトウェアのバージョンというか、まあ、種類というか、まあ、そういうやつですね。そんなような結果が分かりますよと。あとはその -sv とか -o とかオプションつけたと思うんですけど、 -sv っていうのはここのバージョンですね、まあ、これを表示させるオプションですね。 -o っていうのはターゲットのサーバーが使ってる OS ですね。これを識別してくれるんですけど、ただこれ 100% 分かるわけではなくて、まあ、おそらくこの OS を使ってるんじゃないかっていうのを、まあ、こんな感じでパーセント形式で示してくれるのがこの -o っていうオプションになってますね。あとは上の方に977フィルターテッド TCP ポーツっていうのがあるんですけど、これはポートスキャンしたんですけど、ファイアウォールとか経路途中の何かによってフィルタリングされてて、ポートが開放されてるのか、それとも閉じてるのか判断できない状況っていうのがここのステータスになってますね。nmap の基本的な動作っていうのが、攻撃対象のホストにまずはピングを送信して、その後まあピングが通ったら TCP リクエストを送信しますよと。その後 3way ハンドシェイクで TCP コネクションを貼ると思うんですけど、まあそれが確立できたらポートが開いてますよっていう判断をするんですよね。まあ他にもオプションがあって、 -st だと TCP スキャンを実行とか、あとは -ss だと真のみのスキャンですね。 3way ハンドシェイクの真だけ送りますよとか、あとは -su だと UDP ポートをスキャンしますよとか、結構いろいろ細かく指定できるようなオプション構成になってますね。このことを踏まえてより実践的にやってみるとこんな感じになるんですけど、でまあ結果としてはポートとか、あとステータス、まああとサービスとかバージョンっていうのは、まあこの辺はさっきと同じなんですけど、それ以外にもより詳細な情報を見ることができて、まあ FTP サーバーのステータスとか、あとは SSH のホストキー、まあこれ多分公開鍵ですね。他にも RPC だと RPC インフォで見れる、まあステータスの情報とか、まあいろんな情報が見れたりしますよと。ただオプションを結構指定しちゃうと、ポートスキャンが完了するまでの時間結構かかっちゃうんで、まあその辺は、まあ調整が必要なのかなと。これ今回やったので、これ237秒かかってるんで、まあ大体4分ぐらいですね。
あとは細かい話になっちゃうんですけど、-SS ってやつで、まあ、今回 TCP スキャンじゃなくて新スキャンを実行してるんですよね。これなんで新スキャンにしてるのかっていうと、まあ、一応いくつかメリットがあったりして、一つ目がファイアウォールとか IDS とか IPS とか侵入を検知するデバイスがあると思うんですけど、まあ、相手機器って基本的には 3way ハンドシェイクで TCP コネクションは確立されたかっていうのを監視してると思うんですけど、コネクションを確立する前の新アックの、まあ、新だけ投げた状態であれば検知される可能性っていうのは低いですよと。ただこれ機種によるんで、まあ、新だけでも検知されちゃうものはあるんですけど、まあ、より検知されにくくするんであれば -SS にして新スキャンだけ投げれば、まあ、よりその見つかる可能性っていうのは低くなりますね。2つ目になるんですけど、まあ、これ1つ目と仕様の部分で、まあ、ちょっと被る部分もあるんですけど、まあ、ログに記録される場合も基本的には TCP コネクションを貼ったっていうことがログに載ると思うんで、新スキャンだけであれば、まあ、コネクションを確立する前なんで、まあ、ログに記録される可能性っていうのは低くなりますよと。であと3つ目がスキャン時間の短縮ですね。これは TCP スキャンと違って、まあ、芯だけ投げるんで、まあ、その分スキャンが高速になりますよと。こういった感じで、まあ、より実践的にやるんであれば TCP のコネクションを貼るんじゃなくて、まあ、芯だけ投げて、まあ、その結果だけをもらうっていうような、そういう方が見つかる可能性も低くなるし、あとスキャンの時間も短縮できるんで、より効果的なポートスキャンができるんじゃないかなと思いますね。次が NSE スクリプトっていう、まあ、スクリプトの話になるんですけど、 Nmap ってオプションの指定だけじゃなくてスクリプトとの連携もできて、まあ、これってその脆弱性の診断とか、あとは、まあ、実際攻撃する時の、まあ、自動化で使ったりとか、まあ、よりその詳細な情報を取得したい時に、まあ、使ったりするんですけど、例えば HTTP ヘッダーズっていうスクリプトを使うと、さっきポートスキャンで出た80番とか、あとは8180番とか、まあ、この辺その HTTP 関連のサービスが上がってると、そこのヘッダー情報を取得してきたりできるんですよね。まあ、ヘッダー情報だけなんで普通に HTTP でアクセスしてそのページ上から取得したりもできると思うんですけど、こんな感じで、まあ、Nmap のコマンドからでも取得できますよと。あと他にも HTTPMU っていうスクリプトを使うと、ウェブページのあのディレクトリーの情報ですかね、まあ、それを追加で取得できたりとか、8180の Tomcat のポートだとアドミンログインとか、あとはなんかテストなんちゃらとか、まあそういうページというかディレクトリがあったりするんで、まあ管理者系の情報があるのかなとか、あとはテストした際の、まあ、情報があったりするのかなとか、実際にそこにその情報があるかわかんないんですけど、これ怪しいんじゃないかなっていう情報が、まあこれで分かっちゃったりもしますね。まあいろいろと話は飛んじゃったんですけど、まあ Nmap でポートスキャンして、これでまあどのサービスが上がってるかっていうのが分かりましたと。今回はその中から FTP で、VSFTP2.3.4 ってやつがあったと思うんですけど、まあその FTP のサービスの脆弱性をついてバックドアを作っていきたいと思います。作るというか、まあ開けるっていうか、まあそんなような感じですね。でまあその VFFTP でっていうやつに、まあなんで脆弱性あるんだっていうのが分かるのかっていうと、このエクスプロイトの、まあ、データベースっていうか、そういうサイトがあるんですよね。でそこで VSFTP で、調べてみると VSFTPFTP デーに関連する、まあ、脆弱性っていうのがこう出てくるんですけど、その中で今回その 2.3.4 なんで、まあ、それを見てみると、まあ、ここに一つと、あとはもう少し下の方に一つで、まあ、この二つですね、これがあのバージョンに合致する脆弱性ですね。で今回使ってる根拠のツールがメタスプロイトなんで、この下のやつがその脆弱性をついたプログラムになってますね。まあ、今言ったデーモンとか脆弱性とか、まあ、それって何ですかっていう方もいると思うんですけど、デーモンっていうのは、まあ、簡単に言うとプログラムですね。まあ、今言ってるこの FTP デーっていうやつだと FTP デーモンっていうやつがあって、まあ、そのプログラムが起動していると STP じゃない FTP が使えますよと。であと脆弱性っていうのはコンピューターの OS とかソフトウェアでプログラム使ってると思うんですけど、まあ、そのプログラム上の不具合とか設計上のミスが原因になって発生する、まあ、セキュリティ上の欠陥ですね、まあ、それを脆弱性って言いますよと。他にもセキュリティホールなんて呼ばれたりもしますね。であとバックドアっていうのは、なんだろうな、 PC とかサーバーに不正侵入するための裏口っていうんですかね、まあ、要するにその、まあ、家で言うと玄関じゃなくて、まあ、リビングの窓とか、まあ、あと勝手口とか、そういう正門じゃない方、まあ、正しい入り口じゃないところに別な入り口を使って侵入する経路っていうのが、バックドアになりますね。で、まあ、今回は準備編ということで一旦ここまでにしたいと思います。次回は今回見つけた脆弱性を使ってバックドアを開けていくっていう流れを見ていきたいと思います。なんでよければまた次回も見に来てください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。